疲れです。お疲れ様です。近いわ。さっき指摘あったっすもんね。うん、あの離れてっちゃ う。そうだね。はい、もう今日からあのプロの、はい、カメラマン。また入ったね。入りましたね。もうじゃあ。あ、よろしくお願いします。お、女の子だね。視聴者期待してるぞ。声が入りますもんね。うん、まあ、いつかどっかで顔出したね。本当ですか。うん、ちょ、画面作っていくんで言って。画面作っていくんで。一応もう本当ね、プロの、まあ、視聴者カメラマンで、フリーでもやってるんでしょ。そうですね。うん、これ動画も撮れるカメラマンっていう風でね、撮影も得意なんでしょ。はい。元々写真なのね。はい。じゃあ今日は何ですか。今日は、まあ、外壁の塗装が終わったので、うん、これから今二重塗ってるんですけど、うん、ちょっともう不自然なぐらい近い指摘があったんで指摘だね、はい、プロが言うね、紹介してもらえない、うん、あと二重塗の塗装がありまして、うん、ヘツもなんですよ。あ、気持ちいい。ずっと濡れちゃった。いやー、危ない危ない。誰も得意じゃない。一回ちょっと力貸して、はい、ちょっと危ない、はい。鉄分の塗装なんで、うん、下塗りに錆止め入れて、うん、中塗り上塗りってやっていく、まあ本当中塗り上塗り。今日はじゃあ、はい、ちょっと真面目な動画になっちゃうと思いますけど、まあちょっと、はい、まあ一応やってみようか。そうですね。もう俺なんかな、それ。まあ、待機の方向でもいい。ダメです。ダメです。じゃあ、はい、現場行ってみましょうか。はい。どういう方向で行く？ジャンプ？ジャンプかワープで行きますか。ワープ？はい。どんなワープ？あ、ジャンプになっちゃった。いや、つまんない。俺がいい方教えてあげるわ、はい、これ絶対現場にワープできるやつ、はい、俺と手の足がぶつかったらすぐワープできる。ぶつかるんすか。ぶつかる。ちょっとぶつかってみようか。現場にワープ。ちょっと待って、ちょっともう一回いくよ。現場にワープ。ちょっとダメだって。本当にヘルメット当たると飛べん。俺たちここにやっぱ魂がつこもっとるから。いくよ、はい、行くよ。じゃあちょっと現場に、はい、いや、言わんと、はい、現場にワープ。はい、ワープできましたね。無理やりでしたね、本当に。気持ちよかった。目見て言うのやめてください。口に出さなくていいです。思ってるだけにしてください。ね、上がってきましたんで、はい、こうやってワープするんで、はい、また皆さんも真似してください。はい、はーいって書いて、かしこまりました。対応しないでくださいね。だから対応したらもう、ね、ライオンはダメです。体壊れちゃうからね。そうですね。じゃあ本題行きましょうか。はい、はい、じゃあぜひお願いします。解説お願いします。はい、今鉄分の塗装をさっき説明した通り、うん、やってるんですけど、うん、これ中塗り。これ中塗りですね、はい。この下にこの同じ赤色のが入ってますね。うん、はい、サビが入った後にこの上に中塗りを塗ってるってことでしょ。そうです、うん、で、はい、その上にもう一回塗るって感じなんですけど、うん、実際これで鉄はもうほぼほぼ全部、うん、まあ錆止め入れてます。うん、でこの細かいところ、これが錆止めでしょ。そうです。これ、あ、いた、赤。カメラマンさんも分かるぐらいの説明してくれると、あの、どんどん質問してたらやね。はい、そうするとあの視聴者が分からんぐらいの説明とかあるんでね。鉄部っていうのは、あ、鉄部っていうのは鉄の場所、鉄の部で場所か。そうです。鉄のもの、鉄の部分。トイはプラスチックでしょ、はい、これは壁は鉄じゃないじゃないですか。これが鉄なんで錆びちゃうんですよ、言ったら。錆びちゃうんで、ちゃんと下塗り剤に錆止めを入れないといけないんです。あ、そういう。そうなんです。普通の塗料だと、あの、錆止め効果はないので、ほぼない。なんでちゃんと錆びが出ないように下地作ってから中塗り上塗りかけていかないと長持ちしないんですよ。塗料を普通に上から塗っただけだと中だけ錆びたりするんですか。はい、もう錆びが出てきちゃいますね。あ、表に。はい。へえ。いいね、いいね、いい解説だね。そうなんです。うん。なんで、まあ、もし錆びてたら最初ケレンって言って、前も動画で多分出てると思うんですけど、うん、で擦ったり、うん、その錆び部分を荒らしたりして、うん、食いつきよくしてから錆止め入れてあげる。なるほど、はい、そうすると密着も良くなったりとかするんで、うん、それやるとやらんで全然違うんですよ。そういうことね。はい、もちも、うん、で塗り替え道場、まあ他の塗装屋さんもそうだと思うんですけど、うん、色変えてますね。これ上塗りが今回茶色じゃないですか、うんうん、濃いんで、うん、まあ濃い赤錆入れたり、うん、赤錆を入れてるってことだ、はい、うん、上塗りが白の場合だと、うん、何回塗っても、まあ、止まるは止まるんですけど、うん、結構止めるのが大変。止まるってあの透けがないように。あ、透けがないように。う、はい、濃いものに対して薄いものを入れるとどうしても透けちゃうんで、うんうん、はい、なるほどね、はい、なので、うん、こうやって色も変えてます、下塗り剤の、うんうん、目に見えないところですけど
変えてます。そういうことね。はい、なんか久々の解説動画なのでテンション上がらんわ。そうですよ、ね、本当すごいですよこれ。なんていうんですか、まあ、ただまあそういうことだね。でも錆止めっていうのは、はい、まあ本当に結構うちはもうきちっと結構やってる方なんで、やっぱこういうところに値段の違いって出てくるんだよね。ありますね、うん、まあまあこうやって言うとまたアンチさん湧いちゃうけど、アンチさんアンチさんも湧いてきちゃうけど、はい、俺ら当たり前やボケやわとかなんか入ってくるけど。そうですね、それができてない、まあまあね、できてないよねって、はい、ありますよね、うん、例えばこういう狭いところ、そうそう基本的には錆びれるんだけど、じゃあこういう狭いところはじゃあどうなのっていう話でしょ。その中もあるんですよ今日はね。はい、うん、狭いところの塗装、うん、じゃあ見えるところはやるよねって誰でも、はい、赤いじゃないですか、この中に取れます、うん、こういう中ですね、うん、結構狭いんでこういう時はもうヘルメット外したりして、うん、もうこうやって強引に入っていくんですけど、うんうん、こうやって入ってって、うん、こうやってもう塗っていかないといけないです、うん、近いな近いなすごい近いすごい近いなそう、まあ、これが錆止めですね、うんうん、はい、塗料も持ってるじゃないですか、うんうん、なんでこうやってこう一緒に、ああちょっと実際に塗るところを見せてください。はい、うん、こういう目地刷毛って言って、うん、ちょっとちっちゃいハケで、うん、また天板をこうやって塗るんですよ、うんうん、ちょっと順序が逆になっちゃってるんですけど、うん、はい、天板からそうですね、でこうやってまたこっちも塗ってって、うん、でここはもう線引いてくる、うん、いちいちこんなとこテープ貼ってたら、うん、それだけでロスなんで、うん、もう引けるんだったらもうこうやって、ああそういうことね。そうですね、狭くなかったらいいんですけど、ああテープ貼って、もう紙テープ貼っちゃう、マスキングテープ貼っちゃうってことね。そうですね、うんうん、でまたこうやって移動して、うん、なんか俺貼りたくねえなここいやでも実際狭い濡れてるから狭いとこマジ超嫌いだからなちょっと入ってみます。いやいいよ、俺は一回だけ確認だけど、いいですいいです、はい、俺はいいです。でもちゃんと濡れてるか確認だけど、いやいいですいいですちゃんと本当濡れてるかだけ、いやいいですいいです、確認してもらったらいいかもしれない。いやいいです。結構狭いですか。結構狭いなこれ。もうちょっと奥です、もうちょっと。あ、痛い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 、ちょっと痛い、もうちょっと奥です、ちょっとちょっと帰るみたい、足やばいでしょ、もうちょっと奥です、痛い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 、ちょっと出して、ちゃんと見た方がいい、ちゃんと見た方がいい、出して出して出して取れないし、あ気持ちいい、ちょっとケツ揉むのやめて、気持ちいい、嬉しいですか、ちょっと嬉しいんじゃないですか、ちょっと喜んでるんですよ、出してよ、ちょっと手配しけ、あなんかいい、俺怒るよ、怒るよ、本当に冗談が過ぎるよ、本当ですか、嬉しくないですか、ちょっと嬉しいですか、ちょっとだけ嬉しい、右足左足の違いですか、どっちでもいいや、そんなもんちょっと俺撮ってっからね、これ、はい、もうちょっと、本当に、あー大丈夫大丈夫ちょっとちょっといかんでしょじゃあ大丈夫、男殴るぞ、楽しいこれ殴るじゃん、いややめてピクピク結局おもろ動画になっちゃうやんけちょっとちょっとえ解説もちゃんとあって、何これ、もう計画しとった、計画はしてますよしてんだめっちゃ俺今日本当に普通の真面目に動画になるかなと思って、そうですね、うん、お尻があなんかもみもみされてなんか社長すっきりしてるじゃないですか、なんか完全にピンクになってるよこれ、そうですねわーんはい、ちょっとやめてください、豆遣い豆遣いやめます、たまたま俺下に降るしまあまあ、はい、結局はまあ錆止めの、まあ、真面目な話だけど、はい、まあでも違う動画でちょっと一本今日本当に面白い錆止めの話をしようと思ってますんで、はい、検証ですね、検証、本当にもう実際錆止めがあるかないかでどんだけ密着するかって、あの型ナイフ入れてあのそガムテープでテストみたいなできるでしょ、できます、うん、まあ、そういうのやってみようかなって言っとんだね、はい、そんな感じだね、そうですね、はい、じゃあ、はい、以上になります、はい、また見てね、オッケーオッケー大丈夫君たちみたいな顔するやってる俺が辛くなるんだけど温度差が一番辛いな